どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボンホテルと楽天がですね、ちょっと前に提携するっていう発表をしたんですよね。でそれからですね、ちょうど1ヶ月ぐらいですかね、経って詳細がね分かってきましたので、本日はですねこちらの解説ねやっていきたいなと思います。サムネイルね見た方はもう分かってると思うんですけども、私みたいにですねマリオットのね既存会員、もうね会員になられている方にはですね一切ねメリットがないっていうね発表でございました。ですので今回のねマリオットと楽天のね提携に関してね、メリットがあるのはこれからねマリオットボンボンホテルのアカウントをですね作成する方っていう風になっておりますんで、これからね SPG アメックスとかね発行検討されている方はね結構メリットがあるかなという風に思うわけなんですけども、既存会員の方はですね一切メリットがないっていう風になりますんで、この点はねご了承の上ですね動画ね見ていただければなと思います。まずですねこんな感じになっておりまして、公式サイトね概要欄に載せておきますので、詳しく見たい方はねそちら見てください。楽天トラベルマリオットボンボイということで、マリオットボンボイへ入会された会員様に特別な特典を用意ということで、こちらですねあくまでマリオットボンボイホテルに楽天トラベル経由で新規登録した方のみがですね受けられる特典っていう風になっておりまして、新規入会キャンペーンということでこんな感じになってるんですよね。初回予約料金最大35% オフ、院内飲食 20% オフ、またウェルカムアメニティレイトチェックアウトっていった形で、まあ、こういった感じでね新規入会キャンペーンが行われております。でこちらね2022年の2月の28日までにね新規入会していただくと、これらの特典がね受けられるっていった形になります。でですね対象ホテルね、私の方でちょっとこちらね見たんですけども、かなり対象ホテル少ないんですよね。ですので私の方でね表を作らせていただきました。で初回予約料金最大 35% オフが利用できるのがシェラトン宮古ホテル、 W ホテル大阪、リッツカールトン京都、ウェスティン東京ということで、院内飲食 20% が利用できるのも同じホテルですね。でウェルカムアメニティとレイトチェックアウトに関してはですね、シェラトン宮古ホテル東京はね利用できないんですけども、それ以外のホテルもね利用することができます。ですね、かなり対象ホテルね少ないですよね。でこちらね対象ホテルは少ないんですけども、こちらね料金はねかなり安いんですよね。こちらねページ飛んでいただくとこんな感じになるんですけども、シェラトン宮古ホテルだと9900円、W 大阪21467円、リッツカールトン京都39100円、ウェスティンホテル東京18,900円ということで、まあこちらね税抜きの価格にはなってるわけなんですけども、かなり安いですよね。まあ 35% オフっていう風になりますんで、まあこちら最安値の料金になるかなという風に思うんですけども、これからねマリオットボンボンの新規アカウントね発行される方はねかなりお得に宿泊することができますよね。で注意事項がねこんな感じになっておりまして、ちょっとよくわかんないなっていう風に思うのは、館内飲食の初回予約時の割引方法に関してはチェックインの際にご案内させていただきますということで、これ予約したらねホテル側に伝わるみたいな、そんな感じなんですかね。ちょっとねよくわかんないですけども、これからねマリオットのね新規会員登録されてここら辺のね特典利用される方はですね、これ詳細はねホテルに直接ご確認くださいって言った形で記載があるのと、対象外のねレストランもあるそうなんですよね。ですんでねここら辺はね注意して利用していただければなと思います。それではですね、今回ねマリオットボンボンホテルと楽天トラベルのね提携の細かい部分なんですけども、まずねいつでも受け取れる特典ということで、公式サイトにねこんな感じで記載があります。マリオット会員の料金で利用できて、無料 Wi-Fi が利用できて、モバイルチェックインができて、ポイントが楽天ポイントプラスマリオットボンボンポイントも貯まるっていった形になります。でポイントに関してなんですけども、楽天のポイントもマリオットのポイントも貯まります。でこちらのキャンペーン自体何回も言ってますけども、マリオットに楽天トラベル経由で新規会員登録された方のみっていう風にはなってるわけなんですけども、もしねステータスを獲得された方はですねボーナスポイントってつきますよね。その分ももらえるっていう風になっておりますし、そこでね SPG AMEX で決済していただければ、 SPG AMEX のポイントもね獲得することができるっていう風になりますんで、ポイント獲得に関してはですねかなりすごいですよね。新規入会ねした方にはなるわけなんですけども、すごいですよね。ですのでルート的には新規入会で楽天トラベルでマリオットボンボイ
会員になってその後 SPG アメックスを発行したら一番いいんですよね。楽天ポイントも貯まるし、マリオットボンボイポイントも貯まって、ステータスゴールドステータスもね利用することができるっていった形になりますんでね、そこ、 こうなればねかなりいいですよね。でステータス特典自体ね、楽天トラベルで予約した場合どうなるかっていう話なんですけども、まあ、こちらはですね、まあ、ホテルによって今まではですねホテルの裁量で、まあこのホテルは使える使えないとかねあったわけなんですけども、こちらですねデスクの方に確認させていただきましたけども、ステータス特典も利用することができます。もちろんね何回も言ってますけども、新規会員登録された方っていう風になりますんで、ステータスを獲得されればね、ステータスもね利用することもできるっていう風になります。これもね結構すごいですよね。これ使えるんだと思って、今までもまあ使えたのでそこまで驚きはないんですけども、デスクの回答としてね使えますって言われたのはね結構驚きでしたね。ということで今回ですね、マリオットボンボイホテルと楽天トラベルがですね提携の内容がね発表されましたので、解説ねさせていただいたわけなんですけども、いやね本当にびっくりだったのは、既存会員にね何にもメリットがないっていうのはね、かなりびっくりな内容でしたね。なんか私たちにもねなんか利用できる何かがねあるのかななんて思ってたんですけども、まあ、これからねマリオットボンボイに楽天トラベル経由で会員登録された方のみっていう風になりますんで、まあ、この点はねちょっと残念ですよね。まあ、どんな感じで利用できるのかねちょっと楽しみにしてたわけなんですけども、ああこんな感じだったかっていうところですよね。で一番驚いたのはですね、今回ね楽天トラベル経由でマリオットボンボイね会員登録すると、まあ今回話したね内容は利用することができるわけなんですけども、なんとですね宿泊実績も付与されるんですよ、マリオットの。これすごいですよね。これはねマジでびっくりしました。だから楽天ポイントを使ってマリオットボンボイの国内ホテルを宿泊すれば宿泊実績がつくっていう風になりますんで、楽天ポイントたくさん持っててね、今までマリオットの会員登録されてないですよっていう方は楽天トラベル経由でね会員登録していただいて、楽天ポイントでね宿泊していただいても一泊カウントってつきますんで、もう本当に楽天経済圏ですごいポイント持ってるような人であればですね、まあ、50泊していただければねプラチナステータスになれるっていう風になりますんで、これはね本当にびっくりしましたね。まあねマリオットボンボイのね会員登録っていうのは本当にね簡単にできてしまうんで、まあ、今回のこれでね作っちゃう人もね中にはいらっしゃるのかななんていう風に思っちゃう部分もあるんですけども、いやこれはね本当にびっくりしましたね。楽天経済圏でね楽天ポイントすごいたくさん持ってる方はですね、今回のねこの提携で会員登録していただくのもねかなりいいのではないのかなという風に思いました。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなという風に思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルごとについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。